ってからしばらく放置していたカレーパウダー。お手軽な使い方がないかなぁと考えて、前回に引き続きの炒め物にしちゃいました。だけど安心してください。材料は全然違いますからね。カレーパウダーを使った炒め物、やりそうでやらないことないですか？特に料理初心者にはハードルが高い。そんな方々の先導を切り、カレーに合いそうな食材を集めていざ調理。今回も煽り多めで頑張りますよ。うまくできるか少し不安もありましたが、ご飯の進む一品が出来上がりました。今日のレシピはじゃがいもえのきのカレー炒めです。どうぞご覧ください。じゃがいも、えのきの他に玉ねぎ、青ネギと2種類のネギを使います。玉ねぎは味の甘みベースとして、青ネギはネギの風味のアクセントと色味としていい活躍をしてくれます。まずはじゃがいも、少し大きめな感じはしますが、一応売り場には新じゃがと書いてありました。皮ごと使いたいので、水洗いの際はしっかりめに洗っておきます。本来は先に芽を取ってから切るべきなのですが、何を忘れていたのか、1個目を切るときに芽を取るのをすっかり忘れてました。今更気づいても遅いよ、僕。軽くパニクってます。結果、とりあえずそれらしきところを削ってクールに対応。次はちゃんと目を先に取りましたよ。皆さんはちゃんと一つ目から目を先に取ってくださいね。目を取ったじゃがいもは4等分に切って水にさらします。水に10分ほどさらしておくと変色を防ぎ、表面のでんぷん質も流せます。お次は玉ねぎ。両端を切ったら皮をむいていきます。前にドラマでコップ役の人が端を切らずに皮むきをしていたパターンを見たのですが、どちらが一般的なんでしょうね。ここから半分に切ります。玉ねぎの芯は白ければ別に取り除く必要はないのですが、この玉ねぎはちょっと緑色になっているので取り除いておきます。今回玉ねぎは甘み要素としての役割が大きいですが、えのきと合わせてちょうどいい食感になるようざっくりと切っておきます。コンタクトをしている人は玉ねぎを切っても涙が出ないそうですよ。玉ねぎの辛みが苦手な方は水にさらしてもいいですが、今回は炒めるので基本的にはさらさなくても大丈夫かなと思います。はい、玉ねぎスタンバイ。そしてもう一つのネギ、青ネギ。水洗いで表面についている土をしっかり落として、芽を切り落とし、3から5センチの幅に切っておきます。冒頭でもお伝えした通り、こちらはもろにネギとしてのアクセントとして、あと色味として活躍してくれます。青ネギの中の薄皮がぬるっとする感じ、美味しいですよね。さあ、青ネギもスタンバイ。そして本日最後の食材、えのきの登場です。僕はいつも袋を開封せずに石突きを落とします。この方が開封の際に本体部分が汚れずに済みますし、捨てるのも簡単なのでいいですよ。軽くほぐしてえのきもスタンバイです。そうこうしているうちにじゃがいもを水にさらして10分が経ちました。さっと水洗いして、少しだけ水を入れて、ふんわりとラップをかけて電子レンジで加熱します。炒めて火を通すとなると結構時間がかかるので、これで時短できますよ。600W で5分チンします。レンチンしながらコンロ調理も進めていきます。うちと同じような電熱線コンロの方は使用電力が多すぎるとブレーカーが落ちてしまうかもしれませんので注意してくださいね。ちなみにうちは割といけます。フライパンを温めたらオリーブオイルを大さじ2から3程度引きます。きのこ類は油を少し多めにした方が旨味が増すのと、カレーも油との相性がいいので、いつもより少し多めです。さて、えのきを投入です。続けて玉ねぎさんもいってらっしゃい。油と熱の力で玉ねぎの旨味を引き出していきます。レンチンが終わったようですが、まだ出番じゃないのでじゃがいもはレンジでお休みあれ。具材がしんなりしてきたら塩コショウで下味をつけます。コショウが固まっているとくしゃみが出ちゃうからお気をつけて。ここで本日の主役、カレーパウダーの登場です。今回は大さじ2使用します。パウダーだと微調整ができるのでいいですね。カレーパウダーを使った炒め物、初挑戦なのでとりあえずこのまま炒めてみますが、固まって全然全体に馴染む様子がありません。ということで水を大さじに加えて伸ばしていきます。いい感じになってきた。香りもめっちゃ食欲そそります。ここで電子レンジから帰還したじゃがいもも入れます。もう少し水分が欲しいところなので水分ごと入れちゃいます。水分に入ってるでんぷん質で自然なとろみがついて一石二鳥。仕上げに青ネギを入れてさっと炒めます。玉ねぎがこれくらいしんなりしたら、じゃがいもえのきのカレー炒め完成です。ちょっぴり大人なスパイシー、超簡単、満足感たっぷりのじゃがいもえのきのカレー炒め。いつもの食卓にちょっと刺激が欲しい時にいかがですか？お肉を入れたら主菜にもなりますよ。今回使った材料、調味料の一覧です。参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、作ってみたいと思った方は高評価をいただけると励みになります。若葉キッチンでは簡単にできる自炊をテーマにした動画を日々上げていますので、よかったらチャンネル登録、通知ボタンも押していただけると嬉しいです。ご意見ご要望も待ってます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。